こんばんは、ヨガアカデミー大阪のコタです。今日は寝る前にそのままかけて、そのまま寝てしまってもらってもいい動画をちょっとお届けしたいなと思って、ヨガニードラの、まあ、ちょっとショートバージョンっていう感じですかね、をさせていただきたいと思います。なので皆さんはそのままゆったりと、なんて寝れる状態にしてもらって構いませんので、横になっていきましょう。私もちょっとだけ。はい。で、仰向けになって寝転がります。足はもう一番腰もお尻も楽なところに置きましょう。両手も手のひらがね、天井に向けられる人は天井に向けてください。それが難しいな、しんどいなっていう方は別に好きな形で構いません。腰の下とか膝の下とか必要だったらね、何かクッションとか使ってもらったりしてもいいです。上もね、布団もかけてもらっても大丈夫です。じゃあここからいきますね。まずは緊張しがちなお顔をちょっとやっていきましょう。目の、目尻のところですね、こめかみのところ、両手の指先で皮をゆするぐらいの力加減でいいです。優しい力加減でいいので、ゆさゆさゆさーっとゆすります。同じように顎、顎のあたりもゆさゆさゆさー。じゃあそのままふーっと両手を下ろしていきましょう。もうここからは、少しずつね、リラックスに入っていきますので、だん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 目を閉じながらやってもらって大丈夫です。じゃあまずは、足。かかとを10センチぐらい床から持ち上げましょう。そのまま、つま先もかかともぐーっと力入れて、膝もぐーっと力入れます。はい、ぎゅーっと力入れて、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 口から吐いて、はぁ、リラックスを下ろしましょう。じゃあ今度は、お尻です。お尻を10センチ床からぐっと持ち上げましょう。お尻の穴キュッと締めて、お腹もぐっと力入れます。はい、ぎゅーっと力入れて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 。そのままいっぱい息を吸いましょう。吸って、口から吐いて、ストーンと下ろします。今度は腰の S 字カーブを床にぐーっとお腹の力を使って腰をぐーっと床に押し付けていきます。はい、ぎゅーっと力入れて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 、そのまま吸って、口から吐いて、脱力。今度は胸です。胸をぐーっと10センチ、肩甲骨床から10センチ持ち上げて、はい、ぐーっと押し出して押し出して押し出して、そのまま大きく吸って、口から吐いて、ストーン。じゃあ今度は肩を耳にぎゅっと近づけます。両手もぐーっとぎゅ、ぐーをして。ぐーっと握って、肩をぎゅーっと持ち上げて、持ち上げて、持ち上げて、ぐーっと力入れて、入れて、入れて、そのまま大きく吸って。口から吐いて、脱力。今度は耳から肩をぐーっと下に下げるような感じ。大きなパーをしましょう。はい、ぎゅーっと大きなパーで力入れて、肩下げて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 、そのまま大きく吸って、口から、脱力。今度はお顔です。鼻を中心に全部顔の真ん中にぎゅーっと集めていきましょう。眉間もぎゅーっと力を入れて、唇もぐーっと尖らせます。ぎゅーっと力入れて入れて入れて、そのまま吸って、口から吐いて、はぁ、脱力。今度は大きなあかんべをしますね。鼻からたっぷり吸ったら口から、へぇ、と吐いて大きなベロを出しましょう。じゃあ一息ふーっとついてからいきます。大きく息吸って、口からいきますよ。大きく吐いて、吐き切ったら、口を閉じて、唾をコクッと飲み込んで、喉も緩めます。大きなため息一息ついて、ここから体の一つ一つに意識を向けていきます。その意識を向けたところから一つ一つリラックス、体が緩んでいくのを感じていきましょう。まずは右手の親指です。右手の親指に意識を向けて、だんだんそこからリラックス、力が抜けていきます。
今度は右手の人差し指です。人差し指に意識を向けたら、ふーっと力が抜けていくのを感じて、右手の中指、右手の薬指、右手の小指、右の手のひら、ふわーっと緩んでリラックスしていきます。右の手首も痛みや疲れ全部抜けていきます。右肘、右の肩関節、右の鎖骨にその後ろの肩甲骨、右の肩から疲れやこり、力み、緊張全部ほどいて手放していきます。右の胸、右の脇腹、右の腰、疲れや痛み全部緩めてほどいていきます。右の股関節、右膝、右の足首、土踏まず、右足の親指もふーっとリラックス、右足の人差し指、右足の中指、右足の薬指、右足の小指、体の右半身がリラックスして、ふーっと広がっていくように、今度は左側です。左手の親指に意識を向けて、だん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 その左の親指から力がふーっと抜けてリラックスしていきます。左手の人差し指、左手の中指、左手の薬指、左手の小指、左の手のひらも柔らかく緩んで、重たく沈んでいきます。左手の手首も肘も、左の肩関節、左の鎖骨、その後ろの肩甲骨、左の肩も柔らかく緩んでリラックスしていきます。左胸柔らか、左の脇腹も、左の腰も痛みや疲れがふーっと抜けていきます。左足の股関節、左足の膝、左の足首から土踏まず、左足の親指もふーっと力を抜いてリラックスします。左足の人差し指、左足の中指、左足の薬指、左足の小指、
全身柔らかくリラックスして、どん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 マットに沈み込んでいくように、全身のそのリラックスした感覚を喉元まで持っていきましょう。喉元も柔らかく緩んでリラックスします。右の奥歯の噛み合わせも、左の奥歯の噛み合わせも、ふーっと緩んでリラックスしていきます。右のほっぺ、左のほっぺ、お口も柔らかくポカーンと開いて大丈夫です。右の小鼻、左の小鼻、右のまぶた、左のまぶた、右の眉毛、左の眉毛、眉間からも力が抜けて、目の周りにたまりがちな疲れ、緊張、全部緩めてリラックスしていきます。頭の毛穴も一つ一つ全部緩んで、頭の中にこもりがちな熱も全部外に出ていきます。頭の先からつま先まで、今自分がリラックスしているその感覚を感じてみましょう。緩んだ全身の中で今残っているのは穏やかな呼吸だけです。吸う息でわずかに膨らんで、吐く息でわずかにすぼんでいきます。その自然な呼吸の波に全部委ねていきましょう。吸う息柔らかく膨らんで、吐く息どんどん緩んでいきます。